今回の寅さん企画は虎ノ門で行われる町の清掃活動に潜入。いつもの小屋を飛び出してロケスタートです。おはようございます。朝8時でございますよ、はい、誰だ急にいますね、はい、田本課長も。そうなんですよ、朝早くは何でしょう今日。はい、ちょっと、うん、まあね、朝にはちょっと似合わない、うん、そうですよ、はい、あの深夜2時からの人ですから。そうですね、今撮ってる人もちょっと、はい、うん、体型がでっかいし、もう暑苦しいのよ唯一の救いが久保がいないということですよ。そうですね、あの今日はですね、はい、我々カモン虎ノ門制作委員会が、うん、毎月、はい、第2第4木曜日、はいはいはい、朝お掃除をしております。はい、こちら一般社団法人のグリーンバードさんっていうね、うん、はい、方たちと一緒にやらせていただいてまして、はい、うん、今日はそれのちょっと体験を、はい、あら、はい、奉仕活動していただきます。僕もね、虎ノ門のゴミを拾うとはい、はい、ではもうね、いつもお世話になってる虎ノ門さんの、はい、虎ノ門にさんつけて虎ノ門さんのゴミを拾わせていただきますよ。はい、はい、ぜひぜひお願いします、はい、頑張りますんで、はい、うん、もう早速、はい、行っちゃおう。はい、行くぞ。拾うぞ。よろしくお願いします。お願いします。いつもね、生マンデー手伝っていただいてる、はい、太一くんが、はい、このグリーンバードのリーダー。そうです、うん、はい、リーダー遅刻です。遅刻ちょうどです。ちょうどぴったりに来たからね。グリーンバード虎ノ門チームのリーダー、実は我らが生マンデーテクニカルディレクターの太一くん。リーダーとしてグリーンバードの活動内容を参加者に説明します。今日はカメラが入って緊張してるのかな。ちょっと今日はダメかもしれないです、うん、しっかりしてくださいよリーダー、はい、うん、これは普通にここの通りを、はい、この通りをまっすぐゴミ拾いしてやっていきます、うん、はいはい、はい、では早速。簡単ですね、ゴミを拾えばいいということですね。そうですね難しいことはないね、はいはい、今回の清掃ルートは虎ノ門ヒルズを出発し、新虎通りをぐるっと往復するように歩きながら、生マンデーも収録している新虎小屋を通り過ぎ、再び虎ノ門ヒルズに戻ってくるルート。やっぱゴミ拾いがメインであるんですけれども、うん、こんな感じで派手なビブスとかゴミ袋とかを使って、うん、どっちかというとゴミのポイ捨てかっこ悪いぜみたいな感じのメッセージを込めて、歩いて他の歩いてる人たちにそういうメッセージを伝えていくっていうのが重要で、一度参加してゴミを拾ったら今後またポイ捨てしなくなるだろうみたいな感じの理論で、この活動は全国国内80拠点くらいでやっています。ゴミ拾いを一回した人はもう二度とこのね、捨てるという行為はしないだろうと。だろうと。そうだよね、まあ確かにそうだよね、もうこうこんなね、いっぱい拾ってんのに自分が捨てる意味が分かんないからね。そういうことですね、うん、であとはこうね、派手なことをしてこうやってアピールしてたら、はいはい、あんなね、一生懸命ゴミ拾いしてる中捨てられないと、はい、そうですね、なかなかいうことですね。そういうことです。ありますよ、はい、おついに吸い殻うん、グリーンバード、まあ、こうやってね、一応ゴミ拾いも重要なんですけど、うん、交流するということも一つ重要で、はいはいはい、普段会わない人たちとこうお話しして、うん、はい、お話しながらこう拾っていくという、でさらに、うん、なんと出会いも、出会い、はい、それは男女の出会いというか、男女の出会いが実は、はい、一番力入れてますけど。僕出会っちゃうとちょっと、うん、ダメですよそれは奥さんもいるんでね、はい、ただ太一くんとかリーダーとかも出会いをね、はい、ちょっとあるかもしれない。グリーンバードのチームをまとめる前の代表は、うん、まあ、グリーンバードできっかけで結婚したりって、うん、すごいじゃないですか。そうです。じゃあ僕2回目の結婚あるかもしれないあるかもしれない、うん、あるかもしれない、まあ普通にね、交流というか、はいはいはい、町の人たちとも交流できるし、はい、うん、まあ、今のところ毎週1回会ってる人たちの交流ですけど、はい、そういうことですね。ここそうですね、あまり発展はないですね。おなじみの顔のちっちゃいの、こんな小物、
まあ、なんかないんだよなとかがっかりしてるけど、ないのがいいんだよね。ないなゴミとかあったら大変なんですよね、うん、そうです町としては。そうなんです。だからよく言われるんですけど、うん、ないなって言うんですけど、うん、ないのがいいんです。そう、せっかく拾ってんのにないなって言ってるから。綺麗な町だってことは、うん、ありがとうございます。いただきました。町の人と交流って言ってるのに、高倉さん一人で拾い続けちゃダメじゃない。結構吸い殻が多いな。あ、じゃあちょっと、うん、燃えるゴミですか。燃える、はい、はい。まさにこんな感じで、僕今燃えないゴミしか持ってないので、燃えるゴミを持ってる人を探さないといけない。はいはいはい。で、それ燃えるゴミいいですかってやった時に話のきっかけが生まれるみたいな。これで交流できるというね。で、交流ができる、はい、あ、そうです。はい、あ、燃えるゴミ、はい、はい、ちょっとね、できれば交流をしていただいて、はい、ありがとうございます。あの、グリーンバードの2代目2代目でね。はい、2代目リーダーなんで。はい。はい。モリビルさんです。モリビル。モリビルさん。はい。名前じゃないですよね。大人の門でなくてはならない。はい。存在、中弘樹さんです。はい、中さん、はい。どういうふうになくてはならない存在なんですか。もういろんな一緒にイベントをやらせていただいたりとか、はいはい、はい、うん。いろいろ仕掛け人なんです。はい。一緒に、はい、虎の門で。うん。何を仕掛けて。いろんなことを。いや、それは聞いちゃいますよ、仕掛け人っていう。いろんなことをね。いろんなことをやった。ここでは言えないようなこと。いや、怪しい、怪しいよ。そしてこの新虎通りとかね、はい、おにぎわいをいろいろしてる。虎のものにぎわいを。はいはい、ちょっとふんわりしてますけど。とにかくにぎわいを。そうです、にぎわいを、うん、はい。いろいろイベントやったりとかっていうことですよね。なのでね、うん、ぜひちょっと。うん、某 M ビルさんに勤めてる。はいはいはい。でもこのこれも全リーダーだから。全リーダー、はい、そうです、はい、なんか、はい、頼りがいがありますよ、ええ、そうですそうです。今新リーダー、新リーダーより全リーダーに今は頼ってますけど。そうす、ね、新リーダーはまだこれからですから。ちょっと新しいジャンルで、うん、そうなんです、うん、結構ね、3代目襲名大変でしたね、うん、はい、そうなんです。うん、ちょっとどうですかね。え、お笑い芸人さん、虎のもんで。いやいや、なんかやっぱりこう新しいこう軸というか、うん、このグリーンバードもそうなんですけど、やっぱ戦争とかってなんか、はい、もうちょっと繋がれないタイミングができると思うんですけど、うん、多分なんか普通にビジネスとかいろんなイベント、飲食とかいろんなイベントあると思うんですけど、うん、なんかそれだけだとこう繋がれないことが、お笑いとかでなんか、うん、関わってくれない人が関わってくれたりとか、はい、そういうことができる。これ音声拾ってます。声は聞こえて、声拾ってくださいね。これ全部テロップ出しね。テロップ出し、すごいいいこと言ってくれてるんで。あと工事現場のね、はい、音で全部消えてると思うんだ。お話聞いてみようかな。そうですね。お二人映っても大丈夫ですか。お二人はカップルですか。あ、違うの、お友達。あ、今日初めて参加ですか。今日なんで参加してみようと思ったんですか。はいはい、前のリーダーの方が紹介してくれて。でも今ちょっとまだね、初めて10分ぐらいですけど、やってみてどない。タバコとガム。タバコとガム。でもなんか二人楽しそうにやってるから、見てても楽しそうですね。うん。ゆるキャラね。そこと遊びながらね、できるから。ちなみにお笑い芸人三拍子ですけど、知ってました？三重子ではないです。三拍子の方で。ぜひこれをきっかけにね。あ、聞いてなかったですね。ゴミの方が大事ですから。虎の門においで、虎の門においで、虎の門において、虎の門において。いや、もう この辺はおなじみの場所ですよ。よいしょ。はい、そうなんですよ ね、我々が毎週スタジオで使わせていただいている、はい、こちら、はい、新トラ小屋ドスン、
ね、三拍子の YouTube チャンネルの方の人は外から見たことはあまりないでしょうね。確かにそうですね。ここです。外観こうなってます。こんな感じで新トルコ屋っていうね、はい、こういうとこでやってます。そうなんです。で今まで通ってきた通りの中にあるというね。そうですね、はい、あどうぞどうぞ、すいません申し訳ないです。大丈夫ですか、休憩していかないで。大丈夫です。まだ大丈夫。まだ大丈夫。まだ大丈夫、はい、今日は何もまだやってないですね。そうですね、はい、三拍子もいないですね。今日はいないですね。月曜日、月曜日じゃないとね。はい、主に月曜日。最後はみんなで恒例の記念撮影。太一くん、締めの挨拶をどうぞ。そんな感じでまた次回来週29日夕方からグリーンバードやります。また参加してください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、はい、もう疲れましたね、うん、疲れましたね。まあ、ゴミを拾わせてもらいましたけど、はい、うん、はい、どうでした。いや、なんか朝早くからこういうね、ゴミ拾いという活動をするだけで心が気持ちいいですね。すがすがしいという気持ちになって、はいはい、もう二度とあんなにゴミは捨てないぞと。捨てた。捨ててはいないけど、はい、絶対に捨てない気持ちになると思いますね。捨ててた人でも、はい、うん、ぜひ、はい、ね、第2第4木曜日、うん、毎月やってるんで、はいはいはい、まあたまに来るかもしれないです。で見てる方も参加できるんですよね。あ、もちろんもちろん、はい、じゃあ虎ノ門界隈に住まれてる方じゃなくても参加できるという、そうですね、はい、あの参加フォームがね、はい、ありますので、はい、そこで登録していただいて、はい、はい、じゃあ概要欄に載っけときますね。そうですね、ぜひぜひ皆さん、はい、僕にも会えるかもしれないし、あ、そうですね、もうこちらの皆さんにも会えると。僕らは必ずいるので、はい、はい、じゃあ会いに来てくださいと。一応雨降ると中止なんで、はい、いつも雨降ってくんないかなっていう話。嫌な。率先してやるんじゃないですか。朝苦手な、はい、うん、太一くんはやるんですよね。雨降ってほしいなとかは思ってないですよね。やります、うん。何の間だよ。リーダーちゃんとして、はい、ね、ちょっと今日本当、うん、情報量が多いな今日みたいな。あ、今日はね、言うこといっぱいあったもんね。言うこといっぱいあるし、はい、なんかスニーカー届いたし、うん、なんか撮影もしてるし、はい、なんかいろんな人いっぱい来てるし、すごい、まあ、今日本当にコロナかっていうくらい満員電車が広くて、ね、はい、うん、しんどかったと。どうもね。めんどくさかったと、今日は。愚痴です。愚痴言っちゃダメでしょ、リーダー。リーダーただの愚痴です。だもっと前向きな人がやってるんじゃないの、これ。そうなんです。ゴミをなくすぞっていう気持ちで。ちょっと、愛じゃないの。もう一回お願いしていいですか。もういいよ、もう。じゃあ、もう前向きなね、感じで行きたかった、はい。愚痴を言うつもりじゃなかった。もう一回行きます。でも今使わせてもらいますからね。そうそうそう、ちゃんとね。使った上で、もう一回。はい。はい、今日は、うん、まあ、やっぱなんか一人一人の行動がどんどん街をきれいに、うん、なんすか、さっきと全然違う。表向きの感じで今喋り始めて。こっちが本来のね、意見ですよね。なるほどね、うん、一人一人の行動が街をきれいにしていくと、はい、そうですね、いいんですよね、はい、そうですね、はい、あと言っとくこと言っといた方がいいですよ。リーダーとして伝えておくこと、もうない。もう一回、もう一回。今頭でまとめてますから。もう一回、うん。もう一回行きます。大丈夫？もう一回行く。さっきと同じか。うん。僕はチャチャ入れない。入れない。もう、はい、はい。じゃあもうリーダーだけ映してもらって。はい、じゃあ、はい、ゾアップで、はい。じゃあ。まあ一人一人が行動することで街が綺麗になって、それに応じて人の心のも綺麗になっていくっていうのがいいなと思います。はい。ようになったらいいなと思います。うん。ありがとうございます、はい、伝わりました。もう一回行かなくて大丈夫ですか。
もういいでしょ。じゃあ念のためちょっともう一回。何回やるんだよ。大丈夫です。今のでよかった、うん、今のはもうすごい良かった。ベストです、はい。今のとこだけ使え、はい、使わないです。使わないですね。使います。今のとこだけ使います。ピーですね。あ、お願いします。いやでも気持ち良かったです。天気も良くてね。はい、鴨田課長もお疲れ様です。そうですね。はい、もうだいぶ今は暑くなってきてると思うんで。もうすぐにでもね、うん、脱ぎたいと思います。脱ぐ脱ぐなんか着てるのかなこれ。もう他脱ぐとこって今もうそうですね、パンツね、はいはい、はい、うん、わかりました。ではまた、あの、はい、遊びに来てください。はい、わかりました、はい、ちょいちょい行きます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、太ったな。まあ、ね、いらっしゃいますかね。はい、はい、失礼します、はい、すいません。行動のオリジナルでお願いしてる。そうです、だから持ち前だと富山の田辺、新潟、千葉のやつをブレンドしてたって、前ね